油だめ作るといいかな。こうやって一貫じゃタレになるでしょ。これを麺と絡ませてくる。この匂いでみんなねやられると思うよ。どうも、朝の5時まで飲み太郎です。つまり2日酔いです。昨日の俺を殴り飛ばしたね。今からあいつを殴りに行こうか。今回は、2日酔いの俺に気合を入れていかないといけないので、ムシリーズ極まぜそばをネギそばっていうのがあるんだけど、具なしのね麺をよく組むらしいんですよ家庭で。それがねめちゃくちゃ美味しかったんで、冷蔵庫の中身が今日でもできるっていうレシピなので、それは今からやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料ね、ネギ、ニンニク、いいよ。ということでガチ2日なんですけど、顔もパンパンで、だから人間って働かなきゃいけないんだよね。今日もくっちゃ、まあ、くっちゃ飲みくっちゃ飲みするんで、カロリーミットまずじゃん。長ネギね、長ネギみじん切り、まあこれだけやると虚無じゃねえだろっていう人もいるかもしれないんだけど、材料費安いし、具なしでうまいっつうのってなかなかないでしょ。ラーメンとか油そばとかでもみんなトッピングあるでしょ。中華麺も俺は生麺使うんだけど、乾麺の中華麺とかあるじゃない。そういうのストックしておけばいいですよ。はい、はい、5分でお風呂に入れるんで急いで作ります。で、入れたくないやつ入れなくてもいいし、そんなのはちょっと自分で調整して、足すも引くもその人次第なんで、そのあたりは言われんでも言ってください。そのあたりはね調整してください。じゃあ、タレ作る。ネギ油を作るんだけど、なければサラダ油でもいいんだけど、あるやつはラード、ね、ラード、まあ、豚の油の方がコクがあるから一本玉1個ぐらいだから大さじ1とちょいぐらいかな。でまず熱して溶かす。じゃあニンニクね、あとネギ一緒に入れる、まあ、弱火と中火の間ぐらい。まずニンニク、ネギ油を作る。誰かあいつ黙らせて、でこれでじっくり、炒めていく。感じとしてはもう全体的にあの油がこう蔓延してるような感じで、チリチリチリって、まあ、これくらいかな。ちょっと中火ぐらいにするとどん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 ネギとニンニクがジュク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 いって、すごい美味しい香味油になる。焦げる一歩手前まで油だめ作るといいかな。こうやってこれ以上焦がすと苦味が出てくるから、あのこれでいい。これで火止める。おいしい、大事。はい、飲むから飲む。砂糖小さじ3分の、水分が飛びすぎちゃったんで少し水出す。調理しててあの水分飛びすぎたらカラッカラになっちゃったなと思う時は、あのレシピに書いてないかもしれないけど、水入れて薄めるって有効な手段だからね。料理っていうのは考えてやるもんだから、だから水分が飛びすぎたなと思ったら水入れんの。レシピ本じゃ教えてくんないからね。感じのタレになるでしょ。これを麺と絡ませてくる。最後にこれ黒胡椒ね、仕上げに入れといてください。胡椒の香りが乗ると美味しいから、まあ、これも好みだけど、ね、はい。じゃあ沸騰したお湯で、麺茹でていきます。あの慣れてる人は、同時進行してやってもいいんだけど、俺はタレ完全に作ってからこのラーメン茹でた方がいいと思う。ちゃんと沸騰させたお湯で茹でてください。じゃないと失敗するから。まあ乾麺もいいんだけどね、生のラーメンが一番うまいんだよね。でも具材なくてうまい麺を作るって結構難しいから、麺はね表示通りに茹でてください。あの裏に書いてあると思うんでね。はい、上がった。よく切ってで入れる。でタレちょっとかける。で和える。この匂いでみんなねやられると思う。ネギとかも全部入ってるからもう何もいらない。これで食う。具なしで最高にうまい丸そば。
俺だよ。なんでこれが世に 出回んねえのかわかんねえ。めちゃくちゃうまい。焦がしネギと焦がしニンニクがさ、めちゃめちゃタレに深みを与えてくれるんだよね。これやらしてラー油、うめえ。じゃあ、ラー油食べよう。じゃあ、いただきます。お前も使いようなんて。これも5時まで待ってた。いや、今日も2人だ。今日も2人。結構何この香ばしい香り。こんな香るんだ。だいたいこういうのってごま油使いがちなんだけど、うん、ごま油じゃなくてネギ油を香ばしく作って、でそこにまあ調味料、たまり醤油っていうのがあればそれと砂糖だけでもっと興味がある。ラー油ってね、かけるとねほとんどラー油に支配されるんだけど、うん、このネギ油が強烈すぎて、ラー油がね辛み足しとコク出しだけが、うんうんうん、ラーメンでやったけど、うん、ご飯でもうまい。間違いないね。何にかけてもうまい。じゃあ解散。この間高尾が考案したあれとは別物が、うんうん、あれは本当にあれは恥ずかしい。皆さんにお見せするの恥ずかしいぐらいの、うん、でもホラン千秋さんに食ってもらったから、それすごいね。間接的にホラン千秋に俺飯作ったの。そういう感じ。まあ俺がアレンジしてるけど、ここですげえな、誇らしい。めちゃくちゃうまいって言ってる。ちょっと今からおかんに電話するわ。電話しといて。